小暮らしめぐる愛の名を第9回やっていくぞ。切なく圭介でお送りします。これマナコは人気者、本当やな、カリスマ性はある。そうやな、前回のあるすじ、マナカ監督の初仕事ってことでさ、なんだかんだ言ってマナカちゃんカリスマ性があってさ、指導力っつうかさ、まとめるんにはちょっとグダグダながらもまとめれとるんがすごかったよな。よし、これで全員の役割が決まったね。黒板に書かれたクラス全員の名前を眺め、マナカが満足そうにつぶやく。明日からは各自受け持った担当での作業をよろしくね。それじゃあ時間もちょうどいいし、ここまでにしよっか。マナカがふーと息をつくと、二文字先生が腰を上げる。ハスミ、お疲れさん。いやー、ほんと先生いらずで助かるな。何言ってるの先生、これから予算や書類やいろんな申請周りについて相談しなきゃなんだからね。マナカちゃんすげえな、なんかで生徒会長みたいなこと言い出したんやけど、マナカちゃん、え、来年の生徒会長マナカちゃん立候補できるんじゃないの？っていうかさ、今後の展開でそういう話始まるんじゃないの？てかコメント欄見よったらさ、初見詐欺がバンバン出てきてるんですけどね。わ、閲覧人数が7人になってるし、嬉しいな、多いな。ああ、そうか、そうだな、頑張れよ。お前が頑張るんだよ。諦めが早い。ふう、ただいま。すごい、あんだけの仕事をやってこんなに笑顔でいられるし。マナカが安堵のエビを浮かべて席に着く。ホームルームを無事に終わり、クルースは休み時間となっていた。初見多いなじゃないわ。初見詐欺してる人が多いんだよ。しかもブーソさんに至ってはさ、初めて会ってから1年以上経ってるよ。お疲れマナカ。ありがとう、なんとか無事に役割が決まってよかったよ。いろいろと気を配っていたようだし、気遣いもあるんだろう。別にすいませんっていう謝る必要はないんだ。こういう声でちょっとチャームポイントとしてやっていくんでね。マナカは緊張をほぐすようにと軽く伸びをした。それにしても驚いたよ。え、何が？役割決めるのって一番揉めそうなところなのに、よくあんなにスムーズに進められるなって。確かに役割、これやりたいのにさ、投票でこれやりたくないのにって生徒が出てきてもおかしくないのに、なんかもうそういう人がおらんかったもんな。ああ、ハルヒトはどんなイメージをしていたの？みんなして俺がやる、私がやるって感じ？なんというか乗り気派とドライ派の戦いみたいな。実際俺が過ごした学校ではそんな感じだった。とはいえ先生が最初から最後まで仕切っていたことが多く、そもそもの環境が違うからあまり比較はできないけれど。よくわかんないけど、いろいろ複雑なこともあるんだね。今度はコメント欄がさ、俺のことが変態なんだとか、変態おじさんおらおらみたいな、俺が変態っていうことが広まっていったような、そういうコメント欄になってしまってる。ほっ、まあそう考えるおかげでこのクラスの雰囲気が余計楽しそうに見えるんだけどね。みんなマナカに協力してくれてるし。そうだね、みんな仲がいいから。私じゃなくったってきっと協力してくれたと思うよ。そう思うとマナカはぐるりと教室内を見渡す。つられて俺も首を左右に傾けた。確かにこのクラスはいいクラスだ。でも多分そうじゃないんだと思う。え？マナカだから協力してあげたいって気持ちを俺は見ながら感じたよ。それだけマナカが信頼されてるってことだと思う。さっきのやりとりからマナカがクラスのみんなとどう過ごしてきたのか少し見えた気がしたよ。じーっと見つめられてんだなって思ってるんだろうな、マナカちゃん。これちょっと恥ずかしがっている。
マナカ。反応がないことを不思議に思い、マナカへの方へ振り向く。マナカは驚いたような照れたような表情で固まっていた。おい。呼びかけるとマナカは目が覚めたようにハッと我に返った。その真っ赤な顔の状態でハッと我に返ったんだね。ああ、ハルヒト褒めすぎだよ。大丈夫だマナカちゃん、ほとんどお世辞だから。私はただ後悔しないように過ごそうってやってるだけだから。少しだけ困ったように笑うとマナカは俺から視線をずらす。なんか変なこと言っちゃったかな俺。白井くん、何臭いこと言ってるのよ。わっ、セリカ。いつの間にか俺たちの後ろにセリカと常が立っていた。お前らなんかちょっと二人の世界に入ってくるのちょっとやめてあげて。ちょっといい雰囲気で二人が話しとったのに入ってくるのやめてあげて。なんなのセリカちゃん、焼き餅焼いてるの。俺にも見えてきた気がするぜ。マナカがどう、みんなとどう過ごしてきたか。ちょっと真面目な話なんだよ、ツネスだ。あんたはいつでも何も見えてないでしょ。お、あれ春をいじる流れじゃないの。本当に分かりやすい関係だ。マナカ、進行お疲れ様。なかなか様になってたじゃない。確かにな。うん、無事なんとかなって安心したよ。セリカも演劇指導をお願いしちゃってごめんね。大丈夫だった？ええ、それは問題ないから任せて。おい、意外とやる気だね君。キャスでの演技も期待してるぞ。今年こそ目指せミスフライトショー。フライハイドか。ミスフライドって飛ぶんかって話だもんね。画面越しでもニヤニヤしてそうって、本当にニヤニヤしておけしょうがないもん。言われてもしょうがないよな俺。たださ、コメント欄がさ、ゲームに対してのコメント一つもないっていうね。まさかの状況になってるよね。みんな小林に巡るアイドナをやってるんだから、そっちを見てよ。ミスフライハイト、な、何を言ってるのよ。無理に決まってるじゃない。あれ、それも狙ってのキャスティングだったと思うんだけど。マナカが意地悪っぽく笑いかける。そういうのは苦手って言ってるでしょマナカ。ごめん、話が見えないんだけど、ミスコンでもあるの？俺が終わって入ると3人とも思い出したようにこっちを見る。そうだった、春は知らないんだよね。うん、去年のこともちらっと話に聞いてるぐらいで。ミスコンといえばそうなるのかな。ちょっと仕組みが違うんだけどね。違うって？もしかして殴り合いの喧嘩とかするんかな。ミスコンといえば、エントリーした参加者が会場に集まって自己アピールや水着審査とかでグランプリを決めるあれしか。水着審査するのかな。水着か、おい。ハルヒト君、ちょっと水着に着目するんじゃないよ。ちょっと今あれか、セリカちゃんの水着姿を想像してるな、お前やめろ。おいらにも見せろその映像。お、あ、ハルヒト今水着を思い浮かべてるでしょ。え、浮かべてない、断じて。いいんだよハル、それは自然の摂理だ。多分今ハルヒト君すっごいいやらしい顔しとっただろうな。このゲーム実況しおる時の俺のごとく。で、どういうイベントなの？どうもこうも。セイガが呆れたように口を開く。秘密裏に結成された選定委員会が学園祭をこっそり見てるのよ。その中で一番輝いていた女性生徒を勝手に選んでミスフライハイドとして発表するってわけ。確かに変わっとんな、普通のミスコンとは。アピールタイムっていうのがなくてさ、もう素の状態を審査するような感じなんだな。あ、せつなさんが水着に食いついた。食いついたぞ、男だからね。はっはっは。
エントリーもなければいつ審査されているかもわからないし、写真だって勝手に撮られているのよ。校内の掲示板と学園祭設、特設ウェブサイトで問答無用で掲載されるし、プライバシーの侵害だな。自由ってここまで来たらさ、もうあれだな、自由よあれ自由という名の暴力だなこれ、というふざけた企画よ。乗り気じゃないのに随分詳しいんだね。違うわよ多分セリカちゃんの頭の中ではさ、こんな謙虚なことを言いながらもさ、今年は私が優勝するぞみたいな感じのことを思ってるかもしれない。なんか何歳ですか、予想39歳っていうそういう質問があったんで答えると22歳ですだいぶ年取ってみられてるんですけど。否定するセリカを見て常が複雑そうに口添えしてくる。去年さ、セリカ乗ったんだよ。準優勝で、準優勝？え？セリカちゃんが準優勝だったら優勝の人どんな人なん？道端ジェシカとかそのあたりの人、レベルの人がおるんかな？こら！おう、すごいじゃん。素直に感心してしまう。確かにセリカなら選定委員会とやらの目に留まるのも納得だ。おい、ムーって顔しとるセリカちゃんめっちゃ可愛いんやけどこれ顔あくらめとる時はさ、何回か見たことあるけどさ、このムーって口の時がまたいいよね。本人はこう真っ赤にして焦ってるみたいだけど。あは、そうなんだけどさ、まあなんかそれ以上喋ったら舌抜くわよ。エンマ代用タイムが入りますよ、セリカちゃんのね。まあセリカの話はもうやめとこう。後でこっそりウェブサイトを見ておくことにした。ちなみに優勝は誰だったの？え、ユナちゃんだよ。先生もエントリーされとんか。確かにユナ先生は人気やもんな。え、多分そのウェブサイトに載っとる写真ってさ、おっぱいの揺れるところかそういう写真ばっかだったりするの。グラビアじゃん、もうグラビアの域じゃん。先生もありかい。というわけでその話にはいらぬ期待をしないこと。ダメ、無理、ごめん無理、俺いらぬ期待してしまうわ。へー、そういえば演劇指導するって言ってたけど、セリカって舞台監修が趣味なんだ。ええ、近くで上映している舞台はよく行っているわ。本当セリカはいろんな趣味を持っているからね。当然といえば当然のことだけれど、5年も経てば知らないことも増えるみたいだ。よかったら今度俺にも連れてってくれない？出し物も延期に決まったことだし、一度本物を見ておきたくてさ。ほう、意識高いな。という理由もあるのだが、単純にみんなのことをもっと知りたいという思いの方が強かった。この5年間でみんながどう変わったか見たいんやな。5年間を埋められるとは思わないけど、少しでも今のみんなを理解しておきたい。なるほどね、そういうことだったらいいわよ。ちょうど今週の日曜に行く予定だけど、都合はどう？俺は大丈夫だよ。なんかマナカちゃんのこの顔さ、今この状態で見たらさ、プップ、春人のやつ、そんな言い訳をしてセリカと2人でデート行こうとしてる、デートに連れて行こうとしてる、プップーみたいな顔するんで、ちょっと笑うんやけど。舞台か、たまにはゾクセってもんかな、の戯れに触れるのも一興だな。私も久しぶりだな、楽しみだね。ちょっとなんで自然についてくる仲になっているのよ。あんたたちはダメよ。なんで？もしかしたけど、セリカちゃんの方も二人きりになりたいんじゃないの？私も行きたいよ、私たちも行きたいよ。反論する二人を尻目に、セリカは深くため息をついた。前回言ったでしょ、気が散って仕方がなかったって。酒井くんは一人でブツブツつぶやいているし、マナカはことあることに話しかけてくるんだもの。いや、嫌なタイプやわ、確かに。
なんかを一緒に見に行ってたらさ、いろいろとめんどくさいタイプの二人だったんだよ。こういう二人と映画に見に行ったら大体だるいタイプやな。気をつけろ。あんなに話が頭に入らなかった舞台は初めてだったわ。だって仕方ないっしょ。見てるとさ、なんかこう感情が高ぶってつい口に出ちゃうんだよ。素敵なシーンって誰かと共有したくなるでしょ。高ぶっても口に出ないし、共感は終わった後でするものよ。セイクが呆れた表情で両手を上げる。まるでさ、なんか映画館でうるさくしとった二人にちょっと説教するお母さんのごとく、そんなセリカちゃんがそこにいた。今度は絶対静かにするからさ、お願い。マナカちゃんが言ったらすごい説得力ないんですけどね。俺も感情はうちに秘めるようにするから。マナカとツネが手を合わせてセリカに懇願する。冗談よ、一緒に行きましょう。白井くん、最悪二人の相手は丸投げするからよろしく。その笑顔でそんなことをさらっと言うなよ。任された。まあそうなるよね。わかった。春人ならきっと話が合うね。語ろう。後でな。春に俺の感性が理解できるか楽しみだな。理解もしたくありません。もう邪魔する気満々か。それがお前らのやり方か。生徒の迷惑にならないようには気をつけておかないと。それじゃあ日曜通学路の合流地点で待ち合わせね。そこからロバスで下まで降りるわ。うん、ありがとうね、セリカ。承知。こうして4人で舞台を見に行くことが決まった。遊びに行くわけではないけれど、久しぶりにみんなと出かけることには俺を嬉しさを感じていた。できればさ、しずくちゃんとたくまを呼びたいところだけどさ、あの二人は来るんだろうか。ほんとや、コメント欄に真面目なコメ来たって丸投げ笑ってちゃんとしたコメント来たわよ。みたらブーソさんがちゃんとしたコメントしてくれてるわ。あんただけですよ、あなただけですよ、ゲームの内容に触れてくれているの。他の二人はそんなのに触れていない。約一名俺のことを変態扱いしてさ、もうろくにゲームの内容を見ていない視聴者がいるからね。誰のこととか言わないけどね。日曜日、おい、マナカちゃん、その服この前のさ、おかえりなさい書いても着とったぞ、お前。なんだこのゲームの、このゲームの登場人物、私服一つしか持てないんか。俺はマナカと一緒に待ち合わせ場所へと歩いていた。天気いいね。うん、なんとも凛々しい天気だ。そういえばこっちに帰ってきてから初めての週末だよね。そうやな。家のこととかやらなくて平気だった？今日のうちに大体済ませておいたから大丈夫だよ。そっか、ならいいんだけど、何か手伝えることがあったら言ってね。お隣さんなんだからすぐに駆けつけるよ。わ、マナカちゃんはな、あの春人くんとの家の間の壁穴開けてこっち覗いてきておけんな。多分さ、何も言わんでもさ、ピンチの時は駆けつけてくれるからな。っていいか、一回駆けつけてくれてるからな。食べ物がなかった時、ありがとう、何かあったらお願いするよ。そう言うと、マナカはニコッと笑顔を浮かべ前に向き直る。制作者が絵描くのめんどくさかっただけじゃ、その通りやな。多分十中八九そうやな。そういえばしずくも今日は用事あるとかで先に出かけてきたんだよ。どこに行ってるの？もしかして麻雀打ちに行ってる？それが聞いても教えてくれなくて。しずくちゃん、もしかしてやばい仕事に手出してるんじゃないだろうな。裏ではやばい仕事に手出してるんじゃないのか。マラカが疑問げに首を傾ける。アニメも言えない用事って、もしかして彼氏とか。
ああ、そんなのできていたら私から春人に真っ先に報告してるよ。いや、隠してるんだったらマナカも知らないってことなんだけど。え、だとしたらもしかしたら本当にいるのかもしれないみたいな顔してるな、マナカちゃん。ちょっとどうなんだ。マナカは少し考えた後、はっと飛び跳ねた。なるほど。うん、これは調査が必要かな。正直、しずくり彼氏のイメージなんて全くできないけれど、5年も経っているんだ。うん。まあ、そんなに心配しなくても大丈夫だとは思うけど。そうだね。気にしすぎるのも良くないよね。そういえば、ところでみんなは彼氏とか彼女とかってできたりしてないの？5年ぶりに会った友達にそんなこと聞きますかね。高校生にもなれば1人や2人ぐらいいてもおかしくない。特にツネやセリカは見た目もいいから、そういう話もあったりしそうなものだ。セリカちゃんはそうかもしれんけど、ツネはさ、会って3日目あたりからさ、もう仲良くなった気分でいてさ、自分の中二病を相手に見せて振られるパターンやけんな。残念ながらそういう話は聞かないね。みんなまだまだ子供ってことかな。そういうマナカもなんだか恥ずかしそうだ。なんとなくこっちまで恥ずかしくなってくる。ハルヒトこそどうなの？海外だったんだから住んでるんじゃないの？何その偏見は。俺も特に何もなしだな。そっか。まあゆっくり大人になればいいのだよ、ハルヒトくん。マナカちゃんだけには子供扱いされたくないな、僕は。マナカがボンと俺の肩を叩く。なんで上から目線なんだ。マナカと話している間に待ち合わせ場所に到着した。おはよう。おーす。ああ。一人ぐらいさ、違う服着ようぜ。確かに作者さんが絵描くのめんどくさがっとったかもしれんけど、一人ぐらい違う服着とる人物がおってほしかったんやけど、セリカちゃんに至ってはさ、3着目やぞそれ。また同じ服3着目やぞお前。セリカちゃんのガサツなところが見えてきたわ。おはよう、セリカ。今日はありがとう。この中に春人がいるってなんか新鮮だよね。久しぶりに楽しもうね。マナカのテンションもいつにも増して高いようだ。マナカ、遊びに行くんじゃないんだからね。すかさずセリカが釘を刺す。わ、分かってるって、勉強しに行くんだもんね。マナカの返事を聞くと、セリカは目線だけ常の方へ向ける。酒井くんも。お任せください、姫。さて、そろそろバスも来るし、行きましょう。大人4枚、お願いね。はい。すごい髪だ。すごいヒゲか。ヒゲ？セリカが受付でやりとりしている間、俺は係員の顔に釘付きになっていた。そこどうでもいいやろ。そんなに年上には見えないんだから、立派に蓄えたヒゲの効果で、どうかの国の王様みたいになっている。じゃあ、絵出せや。そんなに気にしとんだったら、どんな人物だから見てみたい金、絵出せよ。あ、これサービス券です。いつもお世話になってますので。ありがとう。こちらこそ、いつもどうも。めっそうもございません。すごい。受付の人からめっそうもございませんって言葉が来るぐらい、せいかちゃん、ここに着慣れとんじゃ。チケットを受け取り、開演まで時間を潰す。セリカ、あの受付の人っていつもああなの？フライハイトの先輩よ。劇場のオーナーの息子さんらしいわ。はあ、そうなんだ。二人の親しげな態度は、常連客だからってだけじゃなさそうだ。もしかすると、タクマと繋がってるのかも。そういえばセリカ、私たち未だ何を見るのか知らないんだけど。確かに。時代劇なんかな。演劇って言うたらいろいろなジャンルがありすぎてさ。
マラカがチケットを眺めながら尋ねる。チケットは見えとんじゃ。タイトルだけなんかな、映っとん、チケットに映っとん。チケットだったらまだなんか時代劇とか外国のとかそういうのがよく、まあタイトルでわかると思うんやけど、それでもわからん感じなのかな。ドッペルゲーム、ドッペルゲーム、え、ハンガーゲームの親戚ってどんな話。セリカは2度目なんだよな。そういえば言ってなかったわね。まあ最初は何も知らずに見た方が楽しめると思うから、私は違う視点で2度目を楽しめさせてもらおうや。見直すことでいろいろつながってくるような話ってことだろうか。常が好きそうなジャンルだ。若干中二病的な話なんかな。ふーん、そう言うなら何も聞かずに見てみるね。そういう時村香ちゃんだったらさ、見終わったの楽しかったとか言うてさ、結局楽しかったっていう抽象的なコメントだけでさ感想を語りそうなんや。どこがって言ったら、うーん、よくわかんないけど楽しかったみたいな。マラカは分かっているのか言えないのか。あ、げ、来たわ。お、席はここみたいだな。席に着くと会場の照明が徐々に落ちていった。会場の声も静まっていき、シーンとした空気が漂い始める。みんなお願いだからちゃんと静かに見てようね。セリカが念を押すように小声でつぶやいた。承知。あ、それがでかいです。もちろん。あ、それがでかいんです。お、自信はないぜ。たくまおるやん、任せてください。しずくちゃんおるやん。え、なんか聞き覚えのある声が。一斉に後ろの席を振り向くと、そこにはしまったと言わんばかりの表情が二人がいた。ダメだよお兄ちゃん、ヘチなんかしたら。つい条件反射でよ、悪かったよしずく。ってお前も返事してたよな。ついだろ、敷居高いのセリカが声かけたらつい返事しもちまうよな。敷居高いって何よ。タクマの発言に大声で反応を示すセリカ。ほっ、周囲の視線を感じ、自分の声の大きさに気づいたようだ。おやおや、セリカちゃんも意外と同類なのかもしれないな。姫様、落ち着いてください。落ち着いてるわよ、うるさい。はぁ、全員揃っちゃったね。二人ともどうしてここに、席までこんな近くなんて。普通に考えたらこんなことはありえないだろう。というか、タクマが劇場なんて寝つかわしくない場所にいること自体偶然とは考えにくい。いや、そうかもわからんよ。タクマのその髪型とか、もしかしたら演劇の出ている俳優に憧れたかもしれんよ。よくぞ聞いてくれました。ここはお兄ちゃんのお友達ヒゲさんのご両親が経営している劇場なんです。雫が柄にもなく意気揚々と答える。タクマのそばにいるときはいつもこんな感じだったな。タンクさんとコンビのヒゲさんだね。誰だよ。説明ありがとうお姉ちゃん。いや、それは知ってるし、何の回答にもなっていないから。よく聞けお前ら。タクマ、昔はよ、何するにしても妹の雫も一緒だったもんだよ。それなのに今回は2年生4人だけで演技鑑賞だ。置いてかえ、雫の気持ちを考えたことあんのかよ。タクマの隣で雫がうんうんとうなずいてみせる。変わった関係だな、タクマと雫ちゃんは。そりゃまあ確かにそうなんだけど。タクマ、本当は自分が来たかっただけなんじゃ。はははははは。図星みたいだ。まあよ、細かいことは気にすんな。ほら、早まるぞ。タクマ動揺しすぎて声がすごい変わっている。タクマへさと促されて前へと向き直る。結局さ、まだドッペルゲームの説明がまだ来てないっていうね。ほなくして照明は完全に落ち、いよいよ上映開始だ。あ、上映してなかったんじゃ。ドッペルゲームに話に集中しろとか思いながら見よったのにさ、まだ上映してなかったんじゃ。それ上映と間にこんな会話されたらさ、周りの人も迷惑してるわな。よっしゃ、
じゃあちょっと時間も時間なんで、この辺で次回ドッペルゲームはどんなやつなんだろうみたいな感じのと気になる、ちょっと気になる状態で終わらせとるわ、お前終わらせておきますわ。今回タイトル結局勢ぞろいその通りやな。結局みんな集まってしもうたな。ちょっとみんなが集合してしまうという因果にあるな。よし、というわけで皆さん、ポップコーン、あ、ポップコーン何味が好きですかみたいな感じか。あー、ごめんなさいね。俺、映画館とか行ったら大体ポップコーンよりもさ、フライドポテトを頼むタイプやけんな。なんか私たち2人って、他の4人と比べて出番が少ないと思うんですよ。今回だって、違う学年とはいえ約束にも呼ばれないしね、お兄ちゃん。ああ、ところで演劇見に行くことを知らなかったら今頃何してたんだお前。男あさり。え